グランドキャニオン空中衝突事故。グランドキャニオン空中衝突事故は、1956年にアメリカ合衆国で発生した旅客機同士による航空事故、空中衝突である。事故の要因として、有視界飛行や航空管制の不備が指摘されたため、航空行政の改善の契機となった。1956年6月30日の土曜日の朝、アメリカ西海岸のカリフォルニア州ロサンゼルスから2機のレシプロ大型4発旅客機が東に向けて飛行していた。トランスワールド航空以下 TWA2 便はミズーリ州カンザスシティ域であり、ロッキード L1049 スーパーコンステレーション、機体記号 N6902C、愛称スター・オブ・ザ・セーネで運航されていた。もう1機のユナイテッド航空718便以下、ウーアは、イリノイ州シカゴ、ミッドウェー空港域であり、ダグラス DC-7、機体記号、N6324C、愛称、Mainliner Vancouverで運航されていた。TWA2 便は、乗員6名と乗客64名が搭乗して、31分遅れの午前9時1分、アメリカ西部夏時間、以下同じに離陸し、カリフォルニア州ダゲットを経由し、コロラド州トリニダードに向けて飛行した。続いてウーア718便も、午前9時4分に、乗員5名と乗客53名が搭乗して離陸し、カリフォルニア州パームスプリングスを通過後、カリフォルニア州、ニードルズ、ペインテッドデザート、ユタ州、ブライスキャニオンとアリゾナ州、ウィンズローの VOR を結んだ通過線、コロラド州デュランゴなどを経由し、ミズーリ州セントジョセフに向かって、高度21000フィートで飛行していた。事前に提出されていたフライトプランでは、TWA 機の巡航速度は、時速 500km、270ノット、ウーア機は時速 530km、288ノットであり、後から離陸したウーア機の方が早かったが、いずれも計器飛行であり、許可された巡航高度も航空路も違っていたため、フライトプラン通りであれば衝突する危険性はなかった。TWA2 便はダゲット上空で巡航高度を21000フィートに変更できないかと自社のオペレーターを通じて航空管制官に許可を要請したが、すでにウーア718便に与えられていたため拒否された。代わりに雲の層の上1000フィートを飛行する許可を与えたが、しかし皮肉にもこの時の運航高度が2万フィートであったことが後で判明した。そのため両機は同じ飛行高度を取ることになった。しかも当時は操縦乗員の判断で計器飛行をキャンセルし、航空路をショートカットして近道することが容認されており、両機とも航空路を逸脱し、グランドキャニオン渓谷上空で交差する、コース飛行することになった。そのため、速度の速いウーア718便が TWA2 便に後ろから追いつこうとしていた。ウーア718便は9時58分にニードルズで位置を報告し、9時58分時点でニードルズを21000フィートで通過中であり10時31分にペインテッドデザートを通過予定であると報告した。TWA2 便は9時59分にラスベガスで位置を報告し、9時55分にモハーベ湖を通過し21000フィートで飛行中、10時31分にウィンズローの VOR、ペインテッドデザートを通過予定であると報告した。両機からのソルトレークシティ航空管制への最後の通信は、それぞれペインテッドデザートという定められていた通過線付近を飛行中の午前10時31分に行われたが、TWA2 便の通信が突然沈黙した。一方のウーア718便からの最後の通信が入ってきたが、それもすぐに沈黙した。後に718便の通信は、ソルトレーク、ユナイテッド 718、We are going in、ソルトレーク、こちらユナイテッド718便。我々は突っ込んでしまう。と言いかけていたことが判明した。ウーア718便は右に急旋回して衝突回避しようとしたが間に合わなかった。その瞬間にウーア718便の左主翼が TWA2 便の中央垂直尾翼に接触し、UA718 便の第一エンジンのプロペラブレードが TW2 便の後部胴体を切り裂いてしまった。そのため TWA2 便は急減圧に見舞われ、急降下して墜落した。一方のUA718 便も左主翼を喪失したため、ゆっくりと降下し、2便から 1.5km 離れた地点に墜落した。2機はともに、グランドキャニオン渓谷のコロラド川とリトルコロラド川が合流する地点近くの西岸に墜落しているのを翌日発見されたが、両機に搭乗していた128名に生存者はいなかった。両機の残骸は炎上した上、回収困難な場所に散らばっていたため、遺体の収容のためにスイスから山岳救助隊の支援も受けた。当時の航空機には、フライトレコーダーなどといった装置は搭載されていないため、詳細な経過は判明しなかったが、空中衝突したのは、双方の旅客機操縦乗員の見張り不足であったと推定された。航空管制官は両機に対して、双方の情報を伝えていなかった。事故調査を担当したアメリカ民間航空委員会 CAB は、公聴会でこの点を管制官に尋ねたが、両機が通過していたペインテッドデザートの通過線は約 280km の幅があり、実際にどこを通過するか特定できないと証言した。また、通過予定時間が同じであっても必ずしも危険ではないことと、空中衝突地点は航空管制区域外であり、その上通過線よりも3分ほど飛行した地点であり、把握することができなかったこと。そして両機は有視界飛行方式で飛行していたので、あるから原則通り、操縦乗員は自己責任に基づいて視認飛行しなければならないことを主張した。他方、この事故の背景に当時の航空管制に対する問題が指摘されたことから、アメリカ政府は定期旅客便は原則としてフライトプラン通りに計器飛行方式で飛行することを義務付け、広報システムや航空管制システムを近代化するために多くの予算を投入した。2014年4月、事故現場がアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。航空事故の発生現場が国定歴史建造物に指定されたのは初めてのことである。事故現場の正確な位置は依然明らかにされておらず、公式に発表された推薦書は一部黒塗りである。また現場は1950年代以降一般人が立ち入ることができない。グランドキャニオンのどこかであると考えられるその現場が仮に明らかになったとしても非常に遠方であることから到達するのは困難であると考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。